それではお待たせをいたしました。続きまして、あなたのポートフォリオ株中心でいいですか、今こそ輝くゴールドプラチナと題しまして、 WPIC ワールドプラチナインベストメントカウンシル APAC アジア太平洋地域現物プラチナ投資市場担当のソフィア・ゼンさん、日本貴金属マーケット協会代表理事貴金属スペシャリストの池水雄一さんによる講演をお届けいたします。それではソフィアさん、池水さん、どうぞステージへお願いいたします。皆さんどうもこんにちは。まず私の方が、JBMA、日本貴金属マーケット協会池水と申します。今日はですね、私が最初に10分ゴールドの話をさせていただいて、その後ソフィアさんからプラチナの話をしてもらうという予定です。よろしくお願いします。ですね、なんと昨日の夜、ニューヨークですね、今朝、東京時間の今朝の朝6時にニューヨークが終わったんですけど、ゴールドがまた歴史的最高値を、円建てで歴史的高値をつけました。非常に、ちょうどタイミングがいいというか、今日の終値がですね 12,360 円ぐらいですね。ですから今この時点がですね、歴史的、要は僕が知っている一番高い値段にですねゴールドがなってしまって、皆さん、ちょうどいいタイミングというかですね、こんなにゴールド上がって今からゴールド買えないよねと、先ほどブースにいてもですね、チャート見た人はみんなこんなの今買うべきじゃないよねって思う人が多いと思うんですね。で、僕はもうこのずっと上がってくる時から、いや全然遅くないからと、値段関係ないからっていう形でいつも言ってるんですけれども、この今出しているチャートがですね、ゴールドを持つ意味をもうこの1枚が全て表していると思うんですね。で、これは何かっていうと、1970年代から71年からですねのゴールドの価格、この紫色のチャートがですねゴールドの価格ですね。で、それに対して、橙色、オレンジ色の線がずっとまっすぐ同じように上に伸びていると思うんですが、これが何かっていうとですね、アメリカの M2 通貨供給量、現金の量だと、もう乱暴に言うとなんですね。で、1971年というとです、何があったかというと、8月15日にニクソン大統領がですねアメリカのテレビに出てきて、ニュース午後8時のニュースに出てきて、突然もうゴールドとドルとゴールドの打艦やらないからっていう宣言をしたんですね。これは後世、今ニクソンショックと言われます。それまで第二次世界大戦後から1971年8月15日に至るまで、ブレトンウッズ体制という金ドル本位制だったんです。ドルのバックには金があって、誰でもドルを米ドル35ドル持っていけば、アメリカはそれに対して1オンスの金を交換するよという約束を世界に対してしてたんです。これすっごい太っ腹な約束だと思うんですけれども、それが、1971年に至るまでですね、第二次世界大戦終わる時にアメリカは2万トンっていう巨大なゴールドを持ってたんですね。世界でもちろん一番。それが1971年までの間に8135トンまで減ったんです。で、要は彼らは交換を保証してたから、特にヨーロッパの国々、ドイツ、スイス、イギリス、フランス、イタリア、そういったところがですねドルをアメリカに持ち込んで金をしたんですね。金持ってる方がいいよねと。朝鮮戦争、ベトナム戦争でアメリカはどんどんドルを乱発してたんです、戦費調達のために。こんなもう価値が下がるのは分かっているものを持つよりは金持った方がいいねと。特に欧米の国々、欧州の国々はアメリカから金を引き出していったということがありまして、1971年にもうそれ無理だとニクソン大統領が決断してですね、ゴールドとドルの間の関係が切れて、でそれ以降はすべての通貨が不換通貨、英語でいうフィアットマネーになったんですね。ですからこうやって、マネーの量を見てみると、それ以降もう加速度的に増えてるわけです。要はそれまでは自分の持っている金以上の通貨は発行できなかったわけですね、どの国も。ところが、アメリカがもうそれをやめるって言ったことによってですね、どの国の政府も好きな時に好きなだけ通貨を刷れるようになってしまったわけです。その結果がこれです。通貨量はどんどん増えていく。それに対してその通貨とゴールドの交換の比率が上がっていく。要は増えた通貨の価値は下がって、量がそんなに変わらないゴールドの価値はそれに対して上がっていくという結果になって、要は35ドルだったものが1オンス、今は2360ドル、2389ドルがこの昨日の引け、昨日っていうか昨晩の引けがですね、そこまで要は68倍にゴールドの価値が上がって、ドルの価値は68分の1にこの52年間でなったわけですね。でこれはある意味国際資本主義経済の宿命だと僕は思っています。この経済の仕組みが続く限り、通貨はどんどんすられていきます。経済を大きくすることが資本主義の第一の目的ですから、そうなると通貨の量っていうのはこれからも減らないと思いますね、増えはしても。とするとそれに対するゴールド、をはじめとするコモディティの価値っていうのはもう基本的に過去の50年が示しているように右肩上がりで上がっていきます。もうこれは宿命だと思っているんで、ですから今が高いからもう買えないっていうんじゃなくてですね、今からでもこの次の50年考えましょうって言った時には多分これがまた50年続くわけですよ。もっともっとゴールド上がっていく。で特に我々日本人にとってはですね、この円安の流れで、通貨の価値がどんどん縮小というか目減りしてるっていうのはもう皆さん自分で感じてると思うんですね。それに対して最高のヘッジは何かっていうと、円建ての金をポートフォリオに持つことだと僕は思ってます。実際それによって円建ての金の価格、要は円安プラスドル建ての金の上昇によってですね、ダブルで今上がってきてて、だから昨日の夜というか今朝また、歴史的高値を更新したわけですね。ですからもう歴史的高値なんて買いたくないと思うかもしれませんけど、これはあくまで通過点であって、今からまだまだ上がっていく。で我々が持っている基本日本円というポートフォリオのリスクを考えたときに、日本円の目減り、価値の目減りを考えたときに、それをヘッジする保険としてね、ゴールドはやっぱり持っておくべきだと思うんです。先ほどステートストリートがゴールドの、プレゼンやりました。それで、5% から 10% のポートフォリオをゴールドで持つっていうのはいいっていうことを言ってましたけど、今は実はもっと高い比率っていうことを言い出している欧米のアナリスト多いです。 25% って言ってる連中もいます。それもありうべしかなと。過去の50年のパフォーマンス考えると、それぐらいゴールドを持ってる方が安心ができるということで、皆さんにぜひお勧めしたいのはですね、そのゴールドを買ってスペキュレーションするんじゃなくて、ポートフォリオの中でゴールドの部分、これはプラチナも含めてっていう意味でね、貴金属、そういうコモディティの部分を入れていくっていうことを意識することを進めたいと思います。僕も個人投資家としてどんどん株もやってますし、為替もやってるんですけれども、やっぱり根本なところのポートフォリオとしてですね、ゴールドを持っておくっていうことを、非常に重要視、もうどんどんそれが重要になってきているという世の中だと思うんですね。これだけいろいろ皆さん資料を見てもらっていろいろあるんですけれども、時間が限られてるんで、もう今の話がですねほとんど僕の一番重要なところです。これ円建てのゴールドの動きです。過去のめっちゃ高いですね。今めっちゃ高いけど、多分今買わない人は永遠に買えません。昔から持ってた人は、例えば5000円だった時、8000円だった時、リグった人が多かったんですね。でもリグった人は自分がリグった値段より高いところじゃね買えないんですよ。でゴールドどうしたらいいかっていうと、もうガチホしかないんです。僕はずっとゴールド投資してますけど、一度も売ったことないです。3000円の時から、ってもっと言うと1500円の時からずっと買ってますけど、ずっとガチホです。5000円になっても8000円になっても1万円になっても売りませんでした。もう持つだけ。まあそれでよく聞かれるのは、いつ売るんだって聞かれるんですけど、いつ売るかって聞かれた時には、お金が必要な時っていうふうにして答えてますけど、とにかく長期で持つことに意味がある資産だと思うんですね。僕あんまり喋っちゃうとプラチナの時間がなくなっちゃうんで、あと1個だけ話をさせてもらうとですね、先ほど中央銀行の話をですね、ステートストリートの人っていうか、実はあれ後輩なんですけどしてたんですが、今中央銀行が、その、外貨準備としてですね、米国債を売ってゴールドに乗り換えるっていうことを非常に積極的に、特に新興国の中央銀行がやってます。でこのチャートはまさにそれを表す。米国債のシェアが右肩下がりで下がってきて、ゴールドのシェアが右肩上がり上がってきている。要は中央銀行も、特に新興国は米ドルを持っておくことが資産としてよりもリスクとして最近、意識されるようになってきたということがあります。中国にしてもロシアにしてもアメリカからの経済制裁を受けている、そういった国々が米ドルを持つことはもはや避けるべきことなんですね。でそういった国が今何しているかというと、非常に、大きな勢いでゴールドを買ってます。でこの流れはまだまだ続くと思うんでですね、これもゴールドが今後上がっていくという要因になると思うんです。で僕ばっかり喋ってもらえないので、これからじゃあゴールドはそうだよね、じゃあプラチナはどうなんでしょうということでですね、 WPIC のソフィアさんからプラチナの話をお願いいたします。ありがとうございます。皆さん本日お集まりいただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、このようなフェイストゥフェイスで皆さんと交流する機会があって本当に嬉しいです。先ほど池水さんはもうすでにゴールドについていろいろお話しされたと思いますが、私からプラチナの魅力についてもぜひ皆さんにお伝えしたいと思っております。今日の話ですね、この6つのポイントに絞って展開します。まずはプラチナの過去何十年の価格推移チャートを見てみましょう。ご覧のようにこの数年間プラチナの値段は本当に比較的に低いところにあります。特に2008年の金融危機と2020年のコロナショックなどを除いて、2015年はプラチナ値段の分水嶺とも言える年です。では2015年に何が起きたんでしょうか。これを理解するために皆さんにプラチナの4つの重要分野を説明する必要があります。プラチナって皆さんの日常生活に一番近いのはジュアリーでしょう。特に女性の方はプラチナのジュアリーをつけて上品な雰囲気を醸し出せますね。私個人でもプラチナジュアリーが大好きでよくつけています。ジュアリー需要は確かにプラチナ全体需要の3割ぐらいも占めています。ジュアリー以外でもプラチナは皆さんの日常生活を支えていることをご存知ですか。例えば自動車セクターです。実は内燃機がある自動車、つまり EV 以外ですね、例えばガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車など全ての車種にプラチナは触媒として自動車の排ガス装置に使われています。それは自動車の排ガスの有毒物質を浄化するためです。これがないと自動車はその排ガステストに通せず路面に走りません。実は2015年の時、ドイツの大手自動車メーカーフォルクスワーゲン社がそのディーゼル車のその排ガステストの時に不正行為があったため、それが世の中にディーゼル車に対するその不信感が高まりました。さらに EV シフトは急速に進むかということで、自動車分野におけるプラチナ需要は落ちていく一方じゃないかという見方もあったんですね。実際に振り返ってみますとどうなっていますか。 EV シフトは確かに進んでますが、そんなに中国以外では、例えば日本、ヨーロッパ、アメリカでもその EV の浸透率はまだまだ低いところです。しかもその EV 純電動自動車以外にも全部の車種にプラチナ内燃機がある限りプラチナが必要になってくるんです。もう一つは非常に寒い国と非常に暑い国で、その EV は本当に適しているか、遠距離の構想には EV は大丈夫なのか、その補助金に支えられる面も強いし、その補助金がないとほとんどの EV メーカーがテスラ以外ですね、倒産するかもしれませんという見方もあったんです。いろいろ申し上げましたが、強調したいのは自動車分野におけるプラチナの需要は落ちていく一方じゃなくて、むしろ今後その排ガステストがますます厳しくなる中、そのプラチナの需要は増えていくことです。今はその自動車セクターの需要は4割以上示しています。続きまして工業分野です。工業って結構幅広いセクターが含まれます。それは後ほど詳しく説明します。最後の重要分野は割と新しいところで、まさに私が所属している組織がやっている仕事です。皆さんに対してプラチナの、魅力をお伝えして少しでも現物プラチナへ投資していただくようにいろいろ宣伝活動を掛けしております。さて工業分野の需要に戻りましょう。多岐にわたるんです。例えば皆さんが今持ち離れない携帯電話とかパソコンとかのスクリーンは特別なガラスから作られたんですが、そのガラスを作るためにプラチナが必要になってくるんです。例えばその医療業界でもがん治療の薬とかにもよくプラチナの成分が入ってます。あとはその、心臓ペースメーカーというような医療機械にもプラチナがあります。最後無視できないセクターなんですが、水素産業ですね。日本は水素推しの国でして、もう水素関連の技術は世界もリードしています。今後水素産業におけるプラチナ需要は増えていくことを期待されます。さて経済学の原理である需給分析から見てみましょう。実は去年2023年からプラチナマーケットは不足しています。およそ26トンの不足が出てました。今年もその供給不足が続き、およそ17トンの不足になる見込みというふうには弊社のリサーチチームが予測しています。弊社だけではなくて他の調査会社、例えばイギリスの大手企業ジョンセン・マセさんとかも似たような予測を立ててます。続きましてその鉱山会社の生産コストからプラチナ今の値段水準を見てみましょう。実は今世界のそのプラチナの鉱山会社の4分の1は損しています。つまり掘った金属を売って得た収益は今の運営コストを賄えない状態です。去年から一部の鉱山会社もそのプラチナオペレーション、鉱山運営を休止するというニュースが続々出ています。しかもプラチナっておよそ7割8割も南アフリカにあるんですよ。南アフリカってそんなに政治的に安定的な国でもなくて、インフラもその発電設備とかもちょっと老朽化していて、ちゃんとその発電が続けるのがちゃんとそのプラチナを掘り続けるのかという供給の心配がすごくあったんです。水素産業、先ほどいろいろ話したんですが、具体的に水素マーケットでどのぐらいの規模になるのか、弊社のリサーチチームはシミュレーションしました。2030年まではおよそ年間27トンのプラチナは水素関連のところに使われる見込みです。水素産業で実はすごくつながっている経済圏でもあります。水素の生産はもちろん、水素の輸送、あと水素の保存、最終的に水素の利用、例えば水素燃料電池自動車とかにも、これらのところも全部プラチナが必要になってくるんです。この表にちょっと必要な金属をまとめております。話をまとめますと、今プラチナの値段はゴールドの半分にもいかないこと、皆さんはご存知ですか？1枚のゴールドバーを買うには2枚以上のプラチナバーも買えるって、本当にお得感がありませんが、プラチナって本当に社会にもいろいろ有意義な産業に幅広く使われてますので、本当にゴールドに集中してゴールドばかり見ていいですか？賢い貴金属投資で私から見るとゴールド、シルバー、プラチナ全部分散してアロケーションした方が妥当かなと思います。例えば 100g のゴールドを買うのに 50g、10g のプラチナを買ってもいいじゃないかと私個人でも思います。プラチナ投資で現物買うにはちょっと面倒くさいな、安全保存にちょっと心配するなという方々に対しては ETF はいかがですか？今、その新NISA制度もあって、その得た収益にその税金がかかりませんので、ぜひプラチナの ETF も考えてみてください。続きまして、楽天証券さんのアナリスト、吉田さんから楽天証券でどういうような貴金属投資の品揃いがあるのかご紹介いただきますので、よろしくお願いします。実際の投資商品、楽天証券での投資商品です。こんにちは、楽天証券の経済研究所の吉田です。ご紹介いただきました。どうもありがとうございます。楽天証券で扱っている金、プラチナなどの商品をご紹介いたしますと、まずは純金積み立てですね。金もできます。プラチナもできます。銀もできます。加えて投資信託にも関連するものがたくさんあります。そしてETF ですね、今あったですね、ETF もあります。例えば、この資料にもありますけれども、1540、1541、これ、連番なんですね。でちなみに1542というのが、銀ですね。で、1543がパラジウムなんですね。この1540から始まっていく金属の ETF もぜひご注目いただきたいですし、加えてですね、短期売買であればですね、商品先物という方法もあります。そして商品の CFD もあるんですね。もう本当に幅広くありますので、長期投資からですね、短期投資まで貴金属をうまくですね、使っていただければと思います。ありがとうございます。この後ですね、WPIC のブース13番のところで金プラチナの持ち比べ体験をやってますので、ぜひ試してみてください。あとゴールドとプラチナの特別なレポートも無料で差し上げますので、ぜひいろいろ見てください。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。